乃木坂46サードイヤーバースデイライブ2015.22セ西部ドームは女性アイドルグループのぎざか46が2015年2月22日に日本の埼玉県西部ドームで開催したデビュー3周年記念ライブ2016年7月6日に DVD ブルーレイを発売西部ドーム2015年2月22日 乃木坂46のデビュー3周年記念ライブ、乃木坂46サードーバースデーライブがセーブドームで開催され、同日12時から20時まで BS スカッパーでライブの模様が生中継された。ライブには3万8000人の来場者が訪れ、乃木坂46のファーストシングル、ぐるぐるカーテンから、テンスシングル、何度目の青空か、ファーストアルバム、 透明な色までの全収録曲が披露された。傾斜するの披露時は、小島春菜がサプライズ出演した。後日3月21日に、AKB48 賞、別冊のぎざか46賞で特派員を担当した柴田亜美がライブを伝える模様を放送された。乃木坂46の松井玲奈、畑中清志らにとって最後の公演となった同ライブでは、 乃木坂46のイレブンスシングル、命は美しいの新曲が初披露され、ライブ終了時、2015年春に予定されていた舞台、16人のプリンシパルの代わりに女子楽を上演すること、乃木坂46の研究生6名が正規メンバーに昇格すること、乃木坂46新プロジェクトメンバー1期生を募集することが発表された。同ライブは、 2016年6月29日に、乃木坂46サードイヤーバースデーライブ2015.22西ブドームとして DVD ブルーレイ化される予定だったが、制作上の都合により2016年7月6日まで発売が延期された。壁面のない冬の西ブドームで開催された国間ライブの模様が約7時間30分にわたって収録されている。 のぎざか46サードイヤーバースデーライブ2015.22セーブドームは完全生産限定版、通常版、シングルコレクションの3形態で発売され、初回限定版には特典映像としてリハーサル風景、オフショットを収録し、豪華味方セボックス仕様、トレーディングカード、ブックレット、ポストカードが同梱されている。 2016年6月29日に発売を予定していた、乃木坂46サードイヤーバースデーライブ2015.22セーブドームのプロモーションとして、セブンイレブンとのコラボレーションキャンペーンが実施された。2016年4月、東京都内に同年10月中1日限定で、セブンイレブン乃木坂46店を開店し、 DVD ブルーレイの購入者から抽選で1000人を限定店舗へ招待する企画が発表され、生田恵里花が、蕎麦、うどん品質マネージャー、橋本七海が、おでん保温係長、生駒里奈が、手巻き、おにぎり監査役、井上さゆり、白石舞が、ジューシー肉まんうまみ確認係長に就任した。限定店舗は、DVD ブルーレイに同封されている、応募券から申し込む。 本作は2016年7月18日付のオリコン週間 DVD 音楽ランキングで2位、オリコン週間 b d 音楽ランキングで1位を獲得した。初週推定売り上げは DVD が約1万枚、ブルーレイが約2万2千枚を記録した。DVD ブルーレイ DVD ブルーレイ DVD。ありがとうございます。